メン感謝します。時間になりましたので、これから第3礼拝を始めていきたいと思います。私たちはこの世の暗闇の中にあって、私たちが何を見つめるかによってどこに進んでいくかが本当に決まっていくと思います。私たちは今までと同じような形で礼拝を捧げることが今できない状況にありますけれども、それぞれのご家庭の中でいつもと違う環境で礼拝を捧げる、そのようなことをしなくてはならない今時期にありますけれども、私たちは決してそのないものではなく、あの時は良かった、これがなくなってしまった、これができなくなってしまった、本当に失ったものに目を留めるのではなく、神様が今日与えてくださっているその恵み、私たちは究極天にその名が、命の書にその名が記されていることを喜びとしたいと思います。私たちは状況環境を超えていつも変わらない良きお方、素晴らしいお方、賛美を受けるべきお方に向かって私たちは感謝の賛美を捧げることができる特権があることを覚えて感謝いたします。まずはじめに私たちにイエス様が約束してくださったその聖霊が注がれること、さらに今日私たちは豊かに御霊を受けていきたいとそのことを願いますので、今声を上げ、立ち上がる方立ち上がって聖霊様を求めていきましょう。主の霊が豊かに注がれることを感謝いたします。今す
すべての家庭の中に主の霊をあなたを歓迎します。あなたが豊かに臨んでください。
主よ、私たちの目を今あなたに向けさせてください。失ってしまったものや足りないものではなく、あなたご自身全ての源とであられる主よ、希望の主よ、あなたを見上げることができるように助けてください。主を呼び求める者すべてに、まことをもって主を呼び求める者すべてに、主あなたは近くあられると約束してくださっていることを感謝いたします。やがて来られる主よ、私たちの王である主よ、あなたを今日も見上げ、この口にあなたへの感謝の賛美を、感謝の告白を、生贄を絶えずこの唇に置くことを宣言いたします。辛い時も。
私はあなたを孤児にはしないと。あなたは私たちと共にいてくださることを感謝いたします。あなたは私たちを捨ておかず見捨てないお方。今日もあなたの愛が、あなたの御手が私たちを支えてくださることを感謝いたします。それであるがゆえに私はただ安心して神の国とその義を大事に求めることができることを感謝いたします。もう今一度しよう、聖霊様、あなたが望んでくださることを求めます。聖霊様どうぞ教会に触れてください。私たち一人一人のうちに豊かに望んでくださることを求めます。注ぎたまえ主よ恵み
レルヤ、主の名を褒めたたえ感謝捧げます。我らの上にすでに開かれた天の窓があり、主ご自身の大雨がこのシーズンに断続的に降り注ぎ、ペンテコステに至るまで、あ、主ご自身の聖霊の訪れが豊かに教会の上に注がれゆくこと、生徒たちの上に注がれゆくこと、それぞれの礼拝する家庭の上に注がれゆくことを感謝いたします。ゼカリア書10章の中において、後の雨が降るときにその雨を求めて祈りなさい、そのように書かれています。主はご自身の約束を持って聖霊の大雨を降り注いでくださっていることを約束してくださっています。その約束を信じる私たちは、それが主ご自身のタイミングでなされるように祈り求める必要があります。それですので、この雨が降るシーズンに私たちは天の窓が開かれ、そして大雨が天から降り注ぐことを共に宣言し祈りたいと願います。それぞれの置かれた場所において聖霊の豊かな注ぎが今日も注がれいきますように、この地を御霊の大雨をもって主が癒されますように、今共に主よ、主の御前に声を上げて聖霊の大雨が降り注ぐことを宣言をもって祈ってまいりましょう。はい、主よ、私は全てのものに霊を注ぐ、主ご自身の霊が大滝のように生徒たちの上に注がれる、その約束を覚え感謝いたします。これからペンテコステに至るまで、生徒たちがどの場所においても整えられ、待ち望む生徒たちが起こされていきますように、どの場所においても聖霊の大雨が降り注ぎ、その約束を受け取る、その恵みに私たちが共に預かるものができますように。聖霊様、もすでに開かれた天の窓から主ご自身が望み私たちに触れ始めてくださっていることを感謝いたします。アメン。この今日捧げる礼拝をどの場所においても主よ、あなたが聖別された礼拝として受け取ってくださることを感謝いたします。すべての礼拝の源であられるイエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。主に感謝の拍手を捧げてまいりましょう。ぜひ画面の向こうで一緒に挨拶しましょう。シャローン、シャローン。そして、ぜひですね、インターネットで礼拝されている方、家族で一緒にされている方は家族同士で挨拶を持ってですね、ご挨拶ください。感謝いたします。シャローン。ハレルヤ、感謝の捧げ物の時間を持ちたいと願いますが、本当にですね、今はこのコロナウイルスの問題だけではなく、経済的なですね、本当にたくさんの戦いが世界に起こり始めています。
この経済ショック、経済的な困難、それが本当に大波のように訪れようとしている中において、私たちは共にコロナウイルスに対してはこの健康は主のものであることを覚えると同時に、この経済の問題に対しては経済的な支えは主のものであること、主ご自身が私たちの命の源であり供給者であられることを覚えてですね、この感謝の捧げ物の時、信仰を持って私たちは捧げたいと願います。今日捧げるその捧げ物を手に持ったならですね、主の御前に掲げ、そしてそれぞれインターネットで礼拝されている方はそれぞれの場所でこれを主の御前に捧げたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、命は主のもの、今日も生かされているのはあなたの恵みにより、あなたの許しによることであることを感謝いたします。この息さえも主よ、あなたが作られたものであり、私のすべての息をもってあなたを褒めたたえいたします。経済さえも主よ、あなた様のものです。私たちがこの蒔く種も主が与えてくださいました。そしてこのような困難、経済的なショック、さまざまな本当にこの貧困、また飢饉、それが訪れようとしているその中においても、主は生徒たちを特別に守られることを感謝いたします。オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはならない、そのように主は油注がれた生徒たちと教会を守られることを感謝いたします。私たちの経済の領域においても特別な主の守りを宣言します。イエス様の血潮で覆ってください。今日捧げるこの種を主は聖別し、特別に用いてくださることを感謝いたします。また10分の1を捧げる人がいるなら、本当にマラキ書に約束されている通り、絶えず開かれた天の窓があり、主が雨を注ぎ、イナゴを叱りつけ、それぞれの領域において豊かな実を刈り取らせてくださることを感謝いたします。祈りの家に捧げる人々がいるなら、祈りの油注ぎと主よ、祈りの霊でその人々を満たしてくださいますように。今日捧げる捧げ物を聖別し、主の栄光のために用いてください。愛するイエスキリストのお名前を通してお捧げいたします。アメン。主にもう一度大きな拍手を捧げたいと願います。アーメン。それぞれのインターネットの向こうでもぜひ挨拶を持ってこのメッセージ臨んでいきたいと願います。アーメン。感謝いたします。このですね、対策の一つとしまして、礼拝時間の短縮をですね、するようになりますので、もう早速ですね、御言葉入っていきたいと願います。アナウンスもありません。アナウンスすることが何にもありません。本当にですね、本当にそのことも恵みです。私たちはシンプルな礼拝、賛美を持って、そしてまた御言葉を持って主に目を上げていきたいと願います。第2礼拝でも先ほど分かち合いをしたんですけど、この御言葉ですね、とても今重要な御言葉の一つですので、先に見たいと願います。第1コリントの15章54節55節、第1コリントの15章54節55節、
これをぜひ私たちの日々の祈りとし、宣言とし、このウイルスに打ち勝つその御言葉としてですね、私たちは告白し宣言していきたいと願います。第一コリントの54、55、ご一緒に朗読してまいりましょう。はい。しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている。御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。アメン。パウロはこの54章と55章で、54章の方はイザヤ書、そして55章の方はホセア書から引用して、このイエス・キリストにある勝利をですね、旧約聖書の成就として宣言しました。ではこの54章には、死は勝利に飲まれた、そのように書かれていることを感謝いたします。今世界中に死の恐怖が訪れる中において、私たちは宣言しましょう。この死の力はイエス・キリストの勝利に飲み込まれた。そして55節には、具体的に、死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。ではこのコロナウイルスにおけるですね、この毒素の一つはですね、コロナウイルスの形は円形になっていて、そしてこの出っ張りがたくさんついています。これはまあトゲと呼ばれる箇所ですね。実はそのトゲに毒素があります。そのトゲが抜け落ちるなら、コロナウイルスには毒素を持つ力がないんです。皆さん、ここに何て書かれていますか。その死のトゲは溶け落ちた。死のトゲをお前は一体どこにあるのか、そのように宣言されています。そして実はこれは原文で見ますと、ホセア書の方を見ると、なんとこのトゲっていうのは疫病って書かれています。しかも死をもたらす疫病って書かれてるんです、原文を調べると。それですので、これはもう明確な今の時代に対する私たちが宣言すべき予言の宣言です。死をもたらす疫病、そのトゲよ、一体その力はどこにあるのか。その死の力はイエス・キリストの勝利に飲み込まれた。ぜひこれを私たちの日々の信仰告白としようでありませんか。死と命、どっちが力があるんでしょうか。命の方が力があります。私たちの中にこの命の力が望むこと、そして命に満ち溢れて生きること、共に私たちはこの約束を受け取っていきたいと願います。はい。ではですね、今主が導いておられるその導きを共に確認していきたいと願います。使徒の働きの一章、これがこれから数週間にわたって、本当にこのシーズンに主が導こうとしておられる導きであることを覚えたいと願います。使徒の働きの一章三節から始めていきたいと願います。使徒の働きの一章の三節、はい、ありがとうございます。前に出てますので、ご一緒に朗読していきましょう。はい。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。アメン。イエス様は十字架の死と葬り、復活の後すぐに天に帰られることをしないで、弟子たちのもとに40日間現れました。そしてその40日間何をしたのかというと、この3節には神の国のことを語ったと書かれています。これから私たちが杉越を経てペンテコステに至るこのシーズンは、神の国に土台を置くことが私たちが成していく重要な歩みであることを覚えたいと願います。では神の国の力とは、土台とはどこにあるのかというと、それは主の御言葉にあります。パウロは使徒の働きの中において、この御言葉は私たちを育成して、そして神の国を受け継がせることができると書かれています。それですので、このペンテコステまでの期間、ぜひ皆様、御言葉を蓄えようでありませんか。御言葉を朗読し、そして御言葉を食べ、御言葉をこの蔵にたくさん私たちは立て上げていく必要があります。蓄えていく必要があります。なぜならこれからやってこようとしているのは、御言葉の飢饉がやってきます。人々が世界中御言葉を探し求め、御言葉を欲しいと思うんですけど、御言葉を読むことも知ることもできない時代がやってきます。インターネットで今自由に礼拝することができます。しかしですね、その時が来るなら、もうインターネット上の福音メッセージ、御言葉のメッセージは全部消えてなくなります。私たちは御言葉を知りたいと思っても、御言葉を得ることができないんです。これも先ほどの礼拝の中でも分かち合いをしたんですけども、その時が目前にまで近づいていることを覚える必要があります。現在このコロナウイルスのですね、ショックの中にあってですね、本当にこのヨーロッパ諸国においては何が言われているのかというと、ヨーロッパ諸国においては
今こそ世界政府が必要だということがですね、今呼びかけられています。一つのガバメント、一つの国家ではこの危機は乗り越えることができない。なので世界が一つの政府となり、一つの法律の下で全世界が統治され、そして一人の、この力あるリーダーが治める必要がある、そのような呼びかけがヨーロッパで強くされ始めています。皆さん、これはどういうことですか？すなわち聖書に出てくる反キリストの現れが目前にまで迫っているということです。反キリストが現れるとき、コロナウイルスに対する明確な答えを持ってやってくるでしょう。さまざまな国々の争いに対する明確な答えを持ってやってきます。それなので多くの人々は、彼こそ救い主、彼こそ世界を正しく治める統治者、人々はもう心が一気になびきます。聖書の中に反キリストは悪魔のような形で出てくるのではなく、羊をかぶった、すなわちキリストに最も似た姿で出てくることが記されています。しかしその内側は貪欲な狼である。それですので、そのようなもう反キリストの王国が世界に現れ始めようとしている、もうその始まりがすでに起こり始めていることを覚えようではありませんか。しかしまだ主は教会をこの地に置いておられます。これは前だけで出していただきたいと思うんですけど、この使徒の働き一章は続けて読みますので、前の御言葉だけですね、一緒に見たいと思います。第二テサロニケの2章3節、第二テサロニケの2章3節、第二テサロニケの2章3節、代表してですね、私は読みたいと思います。ありがとうございます。前に出ましたので一緒に読みましょう。はい。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現わなければ主の日は来ないからです。アメン。ここに順番があります。そしてこの後を見ると、まだ引き止めているものがいる。そして引き止めているものが取り去られるとき、不法の人がこの地に出てくるようになる、そんなに書かれています。ではまずここに順番があり、まず廃墟が起こると書かれています。別訳、小訳聖書を見ると、キリスト者の大脱落が起こると書かれています。皆さん、このコロナウイルスの蔓延に伴い、ぜひどこにおいても礼拝者として立とうでありませんか。私たちの信仰が今試されています。たとえ教会に集まることができない状況の中にあっても、家庭の中においてもですね、また外に出ることができない中においても、私たちはイエス・キリストを愛する信仰者として、礼拝者として立ち続けたいと願います。今キリスト教系の新聞社の発表、この調べによりますと、礼拝を再開することができない、開くことができない、そのような状況の中で世界的にクリスチャンたちの信仰の低迷が起こり始めていると。そして教会に行かない日々が何日も続く、そして何ヶ月も続くうちに、クリスチャンたちのこの心境は、教会がなくても生きていけるんではないか、礼拝しなくても十分私の人生は生きていける、そのような心境に世界中のクリスチャンたちがなり始めているということですね。警告としてその記事が出されてました。なのでぜひ皆さん一緒に祈り合いましょう。神の家族が共に立って、どの場所においても信仰にとどまることができますように。今が踏ん張りどころです。今が本当に主ご自身の約束にとどまる時です。それは何か私たちが行動する、活動するというのではなく、それぞれの場所において聖霊につながり、イエス・キリストと共に歩むことです。なのでまず起こるのは、キリスト者の大脱落が起こり、その後に反キリストが登場するようになる。まさに今世界で起こっている出来事がこの流れの中にあることを覚える必要があります。しかしある聖書研究者はこのように言います。この廃墟という言葉は、脱落、また信仰から離れるだけではなくて、実はこの廃墟という言葉を調べると、ギリシャ語ではアポスタシアというギリシャ語が使われています。その意味は、一つの場所から別の場所へと移動する、また一つの場所から別の場所へと取り去られる、離別する、すなわち何ですか？盗人が何かを盗むように、一つの場所からクリスチャンたちが別の場所に移される。しかもここに廃墟って書かれている言葉には、ギリシャ語を見ると監視がつけられているんです。あの捕らえ移される出来事、その移動する出来事、すなわちこの第1テサロニケからこの第2テサロニケまで見ますと、
パウロはこのテサロニケの手紙で繰り返し語っているのは、生徒たちがイエス・キリストの訪れの日に天へと引き上げられる、空中の中に一気に引き上げられ主とお会いする、そのことが記されていることを覚えたいと願います。後の御言葉で見ます。その時、それがいつどのような時かは誰にも分かりません。父が定めておられます。しかし私たちが今すべきことはその準備をすることです。どの場所においても信仰にとどまり続けることです。今が踏ん張り時です。一緒にとどまり続けましょう。そして実際に顔と顔を合わせて会うことができずとも、もうインターネットの先の皆さん、もう毎日祈ってます。もう祈ることをやめません。サムエルが言いました。祈ることを、イスラエルのために祈ることをやめて罪を犯すことはしないと言ったんです。私たちが祈ることをやめてしまうなら、それは主の御前に罪になるでしょう。私たちは互いに取りなし合い続けたいと願います。そして固く立って、かの日に主の御顔の前にまで進んでいきたいと願います。今が本当にそのような時に最も近いシーズンにあることを心に覚えて、そして一日一日をイエス様と共に歩んでいきたいと願います。もう一回、この第、失礼しました、使徒の働き一章に帰ります。それですので一章の三節、神の国のことを語りましたので、今一度神の国の土台に立ち返りたいと願います。いろいろなものが取り去られてきました。私たちの活動、私たちの今まで取り組んできたこと、今まで本当に熱心にやってきたこと、それが全部ストップしなければならない状況の中に今あります。その中で、これはヘブルの手紙の12章にも書かれていますが、主は揺り動かされるべきものを全部揺り動かしておられるんです。それはなぜですか？揺り動かされることのない御国が残るためです。なので今一度私たちの方法、私たちのフォーム、私たちのスタイル、私たちの取り組んできたこと、私たちのやり方を全部手放す時が来ています。そしてこのように祈りましょう。主よ、御国の土台に生きるものとさせてください。私の価値観、私の考えではなく、聖書の御言葉の価値観に私の基準を置かさせてください。なぜならこの世のさまざまなウイルス対策においても、さまざまなこの政府の政策においても、皆さん日ごと変わっていきます。ある時にはこれがいいと言われたものが、次の時にはそれは良くないと言われます。ある時にはこの政策が出た、30万出すって言ったら、次の時には10万出すって言います。全世帯に出すって言ったら、いつの間にかですね、申請した人だけに出す、どん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 政策変わっていきます。この世の基準、この世が発表するものに私たちの土台を置くなら、私たちの心は絶えずアップダウンしていきます。しかし主の御言葉は、天と地が滅び失せたとしても決して変わることのない御言葉であることを感謝いたします。この御言葉は昨日も今日もいつまでも変わることがありません。もし私たちがこの御言葉の上に人生を築くのであれば、岩の上に建てられた家となります。風が吹きつけ、大雨が降り、嵐がやってきたとしても、私たちのこの信仰生活は揺るぎません。岩の上に建てられているからです。なのでこれからペンテコステまでの期間、何をする必要があるんでしょうか。私たちは御言葉を朗読し、そして御言葉を内に蓄えたいと願います。そしてこれからペンテコステまでの期間、私たちが目指すのは隠されること。派手な働きや大きなものはもうできません。しかし私たちが隠され、とどめられ、そしてとどまること、待ち望むっていうのが今日のこのメッセージのメインのテーマです。ではこの後一緒に見ていきましょう。4節5節、使徒の働きの1章4節5節、ご一緒に朗読していきます。はい。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。アメン。でここでイエス様が言われたのは、待ちなさい、父は約束しました、その約束を待ち望みなさい、そのように呼びかけをなしておられます。後の御言葉を通しても、今のシーズンは待つシーズンである。私たちが今までしてきた活動をすることはできない、私たちが今まで取り組んできたさまざまな取り組みがストップしている、これはなぜでしょうか。皆さん、コロナウイルスよりも主がその上におられます。私たちは突然起こった出来事のように、なぜコロナウイルス、こんな出来事が起こってしまったのか。道理姉妹が先ほど賛美のリードの中で言ったように、あの時は良かった、この時は良かった、私たちはそのように過去を振り返ってしまいます。しかしそうではなく、
現実を受け止めましょう。そしてこの中にも主の御手が動いていることを信頼しましょう。このことも主の計画、主ご自身の偉大な、その偉大さの中にも含まれていることを覚えようでありませんか。主はこの状況さえも統治しておられます。そしてこの状況さえも主が用いておられるんです。なので私は日々宣言します。もちろんコロナウイルス自体にはもうそれが去ってほしいことを願います。しかしこの状況さえも主の手の中にありますので、主よ、この状況さえも主よ感謝いたします。この中において主を褒めたたえます。あなたはこの状況をはるかに超えた偉大な方であることを感謝いたします。私たちはそのように終わりの時代だからこそ絶えず感謝を持って主を見上げて生きていこうでありませんか。主はあえてこのコロナウイルスを許されました。そしてそれをこの機会さえも用いておられ、何をしておられるのかというと、生徒たちをとどめておられるんです。もし私たちがもう自分の方法で栄え繁栄しうまくいくなら、主により頼まないでもっともっと私たちは活動していきます。もっともっと自分たちのことをやるようになります。もっともっと自分の行きたい方向、自分の必要、自分の夢、自分のビジョンに突き進んでいきます。しかし主は全世界の教会をストップされたんです。なぜでしょうか。今一度自分の方法を捨てて神の方法に立ち返るためです。主は約束されたことを成し遂げます。そのためには生徒たちが立ち止まって待たなければならないんです。ここで言いました、父の約束を待ちなさい。ぜひ皆さんこれからペンテコステまでのシーズン、これを心に刻みましょう。約束を待つ。しかし私たちは待ちたくないんです。弟子たちもここまで40日間御国のレッスンを聞いたんです。そしてイエス様はその御国のレッスンのまとめとして、父は約束しました、待ちなさい、そのように言ったんです。そうすると弟子たちの反応は何だったでしょうか。6節一緒に読みましょう。6節、はい。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。アメン。イエス様が言ったことと弟子たちの反応、全然違う反応するんです。イエス様は待ちなさいと言いました。しかし弟子たちは、イエス様今こそする時です、今こそやりましょう、今こそあなたが王になる時です、今こそ明らかにそれを示す時です、今こそ統治する時です。そのように弟子たちが求めたのは今だったんです。しかし主が言われたのは待つことだったんです。実はどっちの方が信仰がいるかというと待つことです。以前にあるメッセンジャーは言いました。カレブとヨシア、彼らはなぜ信仰があったのに40年間も待たなければならなかったのかと質問を受けたらしいんです。そしてそのメッセンジャーは言いました。彼らは信仰があったから、あったのになぜ待ったのかではなく、信仰があったからこそ40年間待つことができたと。待つっていうのは本当に信仰が必要です。そこには忍耐が試されます。しかし待ち望んだ先に主が開かれる扉があることを感謝いたします。今のこのシーズンは私たちが無理に走ろうとするのではなく、無理に突破しようとするのではなく、もうなんとかこの状況を自分たちで制してとどめようとするのではなく、今は放棄して待つことです。主よ、自分の知恵も放棄します。自分のやり方も明け渡します。自分のプラン、自分の計画、自分の方法全部明け渡します。そして主よ、あなたの約束を待ち望みます。主は定めた時があります。その時にまで待つ者たちを呼び集めておられるんです。なのでインターネットの先にあってもですね、この場所に来ることができない葛藤があったとしても、それが今の神のプランであることを覚えようでありませんか。主は私たち生徒たちをとどめて待たせておられるんです。初代教会の時、彼らはどこに集まったんですか。もちろん宮にも礼拝に行きましたが、彼らは家に集まっていたんです。その家に聖霊が注がれました。初代教会に起こったことは、終わりの時代には規模が増し加わって、今度は初代教会においては一つの家に聖霊が臨みました。しかし終わりの時代には家家に聖霊様が訪れてくださることを感謝いたします。それぞれの家庭の中において聖霊の豊かな注ぎが注がれる。それが終わりの時代のペンテコステであることを感謝いたします。なぜなら主はすべてのものにその聖霊の注ぎを注ぐと約束しているからです。それなので今は本当に葛藤があり、辛く忍耐しなければなりません。しかし一緒に待とうでありませんか。神様の約束は必ず成就します。
その時にまで私たちはただ待つというのだけではなくて、信仰を持って待つ、御言葉を食べながら待つ、御言葉を蓄えてその時に準備していく。詩編110編には朝露のような生徒たちが、夜明けの時にですね、まあ、夜明け前から準備された者たちが主が号令出した時に立ち上がってくるようになることを感謝します。ではその朝露のような生徒たちというのは公に出るのではなく、暗闇の中で準備されていきます。見えないところで整えられていきます。なので今は私たちが見えるところで準備されるのではなく、見えない暗闇のとどめられた中で、教会も扉を閉ざさなければならない場合があります。家庭においてもとどまらなければならない場合があります。しかしそのようなとどまり、見えない暗闇の中で主は私たちを練っておられるんです。準備しておられるんです。そして太陽が昇った時何が起こるんでしょうか。その朝露が火に照らされて地に光が解き放たれます。なのでぜひ皆さん一つの期間を定めましょう。今年のこのペンテコステの期間までは私たちは無理にも前進しない、自分の方法で何か突破しようとしない、与えられ任せられた領域にとどまろうでありませんか。そしてその場所でひたすら主の御言葉を朗読し、御言葉を蓄え、父の約束が必ず成し遂げられることを信頼しようでありませんか。その時が来ます。主が定めた時があります。7節、弟子たちは今やりましょう、今こそする時です、そのように言ったんですけど、イエス様は7節でこう言われました。一緒に朗読したいと思います。はい。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自身ご自分の権威を持ってお定めになっています。アメン。もちろんイエス様はヘブル語で話されましたが、この新約聖書はギリシャ語で書かれています。ではギリシャ語で意図的に意図を持って言葉が選ばれています。ではこのいつとかどんな時っていうのは、いつっていうのはギリシャ語ではクロノスという言葉が使われています。これは流れる時間、今私たちが時計の針が進んでいる、これがクロノスです。でもどんな時っていうのは実はカイロスっていうギリシャ語が使われています。これは神が定めた定めの時だから、その流れる時間においても定めた時においても、それらは全部神様の手の中にあるということです。なので私たちはいつどういう時かそのように心配する必要はないんです。私たちに任せられているのは何ですか。シンプルです。それがいつどういう時かと心配するのではなく、イエス様が言われたのは待ちなさい、その時は来ます、その約束は果たされます。なので私たちに任せられているのは今は待つこと。そしてイエス様は最後の言葉でこう言われました。8節一緒に読みましょう。はい。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。アメン。イエス様が言われたのは、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力、すなわちギリシャ語ではデュナミスを受ける。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。証人という言葉は皆様も知っている通り、証人だけでなく、これは殉教者という言葉です。聖霊が臨むとき私たちは殉教者になります。パウロは言いました。私にとって毎日が死の連続ですと。それはどういう意味かというと、毎日自分の肉に死に、毎日自分の思いに死に、毎日自己中心に死に、毎日御霊が生きるようになる、毎日キリストが私の中心となる、私たちはすでに全員が殉教者として招かれていることを共に覚えたいと願います。それですので、ぜひこのシーズン私たちは殉教者としての意味、主よ今日も私はあなたの計画の中で自分自身が死に、キリストに生きることを感謝いたします。この命さえも与えてくださっているのは主よあなたです。それであるなら私の命は主の手の中にあります。コロナウイルスやいろんな恐れがこの地に蔓延していたとしても、主よあなたの使命をなすまではこの人生は終わりません。なぜならこの命を買い取ってくださったのはイエス様あなたですから。そして一日一日息を与え命をくださっているのは主よあなたです。私の命は主の手の中にあります。それですので、主よ私の計画をあなたに委ね、神の計画が私の中に生きますように。
一緒にこの使徒の働きの一章8節を持って祈ろうでありませんか。主はただ本当に私たちを殉教者として生きなさいと言ってるだけなく、そのための力をくださいます。ディナミスの力、聖霊の力、よみがえりの力が私たちの中に生き働いていることを感謝いたします。古い私の生き方は死に、御霊による生き方が私たちの中にあふれるようになること、これが聖書が一貫して言っている御霊による歩みであることを覚えたいと願います。とにかく今私たちがなすべきことは待つことであり、そしてこのペンテコステに至るまでこの約束を信頼して待つ者たちが起こされることを願います。約束を知っているだけではこれが成就しません。イエス様は復活された後に第一コリントの15章を読みますと、500人の人々に現れました。500人の人々が復活を目撃したんです。しかし皆が父なる神の約束を信じ待ち望んだわけではありません。500人の人が復活を目撃した中で父の約束を信じて待ったのは何人でしょうか。120人です。120人の人々が共に集まり、そして彼らは祈り続けたんです。そこに父の約束が成就しました。今私たちが共に集まることが物理的にはできなかったとしても、私たちは御霊の中において共に集まることができます。私たちはこの時代の120人になろうでありませんか。それはただこの限定された120人という数上の人数ではなく、その約束を信じる者たちの人数であることを覚えたいと願います。象徴的な数であることを覚えたいと願います。なのでもう120人超えたらもうダメですというのではなくてですね、私たちが一人一人がその120人になることができることを感謝いたします。それは父の約束が必ずなされると信じてそれを待ち望む者たちです。彼らはその約束を信じて、14節このように書かれています。14節15節使徒の働きの一章14節15節一緒に朗読していきたいと願います。はい。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちのともに皆心を合わせ祈りに専念していた。その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中に立ってこう言った。はい、アメン。感謝します。ここにですね、彼らは皆心を合わせて祈りに専念していた。別訳には全く心を一つにして一致して、なので今私たちはどの場所においても心を一つにしてこの期間を待ち望む期間にしたいと願います。父の約束がなされますように。そして祈りに専念していた、ここには監視がついていて、その祈りと書かれています。どの祈りでしょうか。それは父の約束がなされることを信じて祈る祈りです。すなわち主の御言葉を告白し、主の御言葉を宣言し、父よ、これがあなたが約束された約束ではありませんか。主よ、この約束を果たしてください、成し遂げてください。そのことを私たちは祈り求めたいと願います。来週使徒の働きの2章からそのヨエル書の引用をもって、主がこの時代に注ごうとしておられるその注ぎかけ、約束を受け取りたいと願います。でもその前に今週はまず私たちは待ち望むという信仰を受け取っていきたいと願います。主は待ち望む者たちに豊かな恵みを注がれます。愛歌3章私はこれは日々の朝ごとの祈りの一つであります。愛歌の3章22節からまず24節まで、22節から24節愛歌の3章の22から24、はい、いいでしょうか。愛歌の3章22から24ご一緒に朗読したいと願います。はい。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。アメン。主の恵みは朝ごとに新しい。そのことを覚えたいと願います。このコロナの問題の中にあって、多くの人々が朝起きるごとに、ああコロナを思い出すんです。ああコロナのこの本当に困難の中にある
今までできていた仕事ができない、今までできていた信仰生活の歩みができない、多くの人々が本当に失望落胆します。しかし朝起きるごとにこの御言葉を思い巡らしたいと願います。告白したいと願います。私たちが今日も命が与えられているのは主よあなたの恵みによることです。その憐れみは尽きることがありません。そして主のその恵みは朝ごとに新しいことを感謝します。今日も私のために特別な恵みと行為が用意されています。このような問題や困難の時代の中においても主の恵みは尽きることがないことを感謝いたします。あなたの真実は力強い。そして主よあなたこそが私の受ける分です。このような問題が起こるときに多くの人々が経験しています。この世の持ち物は儚いということです。この世の楽しい繁栄した生き方は終わりがあるということです。どれだけ多くのものを所有したとしても、どれだけ多くの名声を得たとしても、このような問題が起こり、またこれから後に起こる大患難の時には何の役にも立ちません。永遠の命に対してはそれらは何の価値もないものです。しかし私たちは最も価値のあるお方を見出したことを感謝いたします。私たちの相続地、それは主ご自身です。このお方が私たちの受ける分であり、報いであり、私たちが相続する土地であることを感謝いたします。なのでこの告白の通り、主よあなたこそ私の受ける分です。あなたが私の報いであり、答えであり、生きる意味であり、そして永遠の報いであることを感謝いたします。主を持っているイエス様ご自身が共におられるということは、皆さんもう全てを持っていることです。でも全世界を手に入れたとしても、誠の命、すなわちイエス様との関係を失うなら何の得があろうか。イエス様言われました。私たちはイエス様が共におられることを感謝します。このお方にある命が与えられていることを感謝いたします。それであるなら皆さん、どのような中においても私たちは圧倒的な勝利者です。たとえいつ命が終わろうとも、私たちは永遠の相続が与えられていることを感謝します。それであるなら何を恐れましょうか。何を心配しましょうか。このような中においても私たちは着実に主の道を歩み続けていきたいと願います。朝ごとに新しい主の恵みを日々受け取り、主の御前に祈りましょう。主よ今日も恵みを受け取る権利が与えられていることを感謝いたします。私の中には何の権利もありませんが、しかしただ一つのゆえに、それはイエス・キリストの十字架の救いと贖い、そのことによって私は神の行為と恵みを受ける神の子供とされていることを感謝します。今日も朝ごとに新しい主の恵みと行為を受け取ります。この御言葉から私たちは本当に、この24節の後半書かれています、私の魂は言う、もう私たちの内側からこの告白をしたいと願います。その結果何が起こるのかというと、24節の後半、それゆえなんて書かれていますか、私は主を待ち望む。私たちが今すべきことは主の時を待ち望むことです。そして待ち望む者にはどのような恵みがこの与えられるんでしょうか。25節朗読したいと思います。はい、主は慈しみ深い、主を待ち望む者、主を求める魂に、アメン。主の慈しみ、それはもう深いものである、豊かなものである。誰に対して？主を待ち望む者に対してです。そして主を求める、すなわち主に信頼する。私たちはただ待つのでありません、待ち望むんです。で、待ち望むということは希望を持って待つことです。待ち望むということは信頼して待つことです。待ち望むということは主を見上げ、主を褒めたたえ、主を喜びながら待つことです。すなわちこれがエノクが生きた生き方です。彼はその時代にあって喜びの人でした。地上には暗闇が蔓延し、そして罪と暴虐が満ち溢れている中において、彼はいつも喜びを失わなかったんです。なぜでしょうか。主を見上げ、そして主を喜んでいたからです。その生き方を主は喜ばれました。そしてエノクは天に引き上げられたんです。私たちもこのシーズン、希望を失うことなく主を喜び、そして主に喜ばれるものになろうでありませんか。そのための重要な秘訣が待ち望む信仰を持つことです。そして待ち望むことはいいことでしょうか。
悪いことでしょうか。その答えが26節書かれています。まあ、悪いことであるということは誰も思わないと思うんですけど、待ち望むのはどういうことか、一緒に26節読みましょう。はい、主の救いを黙って待つのは良い。アメン。皆さん、主の救いを黙って待つのはいいことです。今私たちは隠される時です。待つ時です。何かが私たちがジタバタして何とか取り繕おうとする時ではありません。主よ、あなたの手の中にこの計画が全部あります。教会の今までの活動も私たちの働きもフォームが変えられて、そしてとどまらなければならない。何とかこれを自分の力で取り戻そうとするのではなく、主よ、救いはあなたにあります。それであるならあなたがなそうとしておられることをしてください。私たちの生活においても歩みにおいても何とか自分の力でそれを取り戻さなければならない。焦るのではなく、主よ、あなたの手の中に一切があります。すべてのものは主の計画見ての中にあります。それであるなら主よ、あなたが成したいことをしてください。私たちは主の救いを黙って待とうでありませんか。必ず主は時が来て私たちを引き上げてくださいます。しかしそのためには暗闇の中にとどまるシーズンが必要です。今主は教会を生徒たちをあえてそのところに置こうとしておられます。なぜでしょうか。後に引き上げるためです。27節28節このように書かれています。一緒に読みましょう。はい、人が若い時にくびきを負うのは良い。それを負わされたなら一人黙って座っているが良い。アメン。もし何か重荷を負わされたのであれば、私たちはそれを黙って負い、そしてこの後には口を塵につけようと書かれています。すなわち私たちがひざまずき、主の御前に悔い改める機会とすることです。私たちが立ち止まり、今一度顧みる時です。私たちが立ち止まり、今一度、主よ、私のプランではありません、私の計画ではありません、あなたの計画がなりますように。悔い改めるということは、皆さん、ただ罪を言い表すだけではありません。もちろんそれらも重要な悔い改めです。私がこの罪を犯しました、あの罪を犯しました、もちろん重要です。でも悔い改めるその本質は主の計画に立ち返ることです。主の約束の中に帰ることです。それですので、私たちは今重荷を負わされる中でひざまずき、ちりに私たちの口をつけ祈る必要があります。主よ、このシーズンを立ち返る時とさせてください。自分の方法をストップします。自分のやり方とどまります。主よ、あなたを待ち望みます。あなたがなそうとしておられる計画に信頼いたします。それが今の時であることを覚えたいと願います。イザヤ書49章見ます。イザヤ書の49章1節2節。はい、ありがとうございます。これも日本に対して主が宣言しておられる宣言であることを覚えたいと思います。はい、島々よ、私に聞け。遠い国々の民よ、耳を傾けよ。主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれた。主は私の口を鋭い剣のようにし、見ての影に私を隠し、私を研ぎ澄ました矢として矢筒の中に私を隠した。3節までいきます。はい、そして私に仰せられた。あなたは私のしもべイスラエル、私はあなたのうちに私の栄光を表す。アメン。では遠い島々、遠い国々、すなわちイスラエルから見て最も遠い島、東の果てにある島、それはどこでしょうか。日本です。イザヤ書40章以降は東に対する約束が多く語られています。そしてこの東の島に対して命じられます。主はその島ができる前から、その国民が作られる前から、私の計画のうちにあなた方を召していた。皆さん、日本には主の重要な召しがあります。役割があります。神の計画があります。それが解き放たれるために、主は私たちに何を求められるんでしょうか。2節、見ての影の中に隠した。今解き放たれるために、ひととき私たちは隠される必要があります。そして次に、研ぎ澄ました矢として矢筒の中に私を隠した。今私たちは隠される時です。暗闇の中で何が起こっているのかわからないような中で、主を待ち望み、そして主の約束に信頼し、世においては私たちが隠された状態になる。
その後に神様は3節、光を放ち栄光を表されることを感謝いたします。この矢のことを考えてみてください。矢が最も飛ぶ状況になるためには、矢は一番後ろにまで引かれなければなりません。最も後ろにまで矢が下がったときに何が起こるのかというと、この矢は矢を射る人の同じ目線に立ちます。そして最も後ろに下がったとき、その矢は矢を射る人が見ているところと同じところを見て、その人が痛いところ、その人が的を射ろうとするところに向かって飛んでいくことができます。今まで私たちは自分のビジョンのために主を用いようとしてきたかもしれません。主よ、ここに私のプランがあるんですよ、私の計画があります、私の人生の家を祝福してください、経済祝福してください、ビジネス祝福してください、ミニストリーがここにあります、主よ来てこのミニストリー祝福してください、私の結婚生活があります、私のさまざまなプランがあります、主よここに来てあなたが祝福してください。主よりも私のプランが先にあります。そこに主が来て祝福してくださることを求めてきたかもしれません。しかしこれから主は私たちのすべてをとどめ、フォームを壊すときに私たちを隠される中で何をされるのかというと、一番後ろにまで主は矢を引きます。教会は前進するどころかこのシーズン後退しているように感じるでしょう。主のミニストリーは後ろに引き下がっているように感じるでしょう。しかし皆さん、この中で私たちは約束を信じましょう。この中で待ち望むものになろうでありませんか。主の御手の中に一切があることを信頼しようでありませんか。主は最も後ろに引かれたときに何が起こるのかというと、教会と生徒たちに主が飛ばそうとする領域を見せられます。主がそこに自分の矢を射りたい、そこを主は見させてくださるんです。今までは自分が飛んでいきたい方向に飛んでいき、主よここに飛んでいきたいんです、私を祝福してください、そんなに主がついてくることを求めました。しかしこれから最後の教会は主がいろうとしているところに飛んでいきます。主が見るものを見るようになります。そのために私たちにこの委ねられて、この任せられ、必要とされているのは待ち望むことです。今飛んでいかないことです。最後の最後の引かれるところまで待ち望むことです。主は待ち望む者たちに豊かな約束を与えてくださっていることを覚えたいと願います。最後にイザヤ書40章を見ますが、これ開きませんが、詩編の27編っていうのはですね、ワンシングの箇所ですね。本当に主の宮にとどまり、そして主の麗しさを仰ぎ見る、これも祈りの家の心臓、もう中心的な御言葉です。ではこの詩編27編の最後は何によって終わるかというと、待ち望め主を、惜しくあれ心を強くせよ、待ち望め主を。私たちは待ち望むということにおいて惜しくある必要があります。待ち望むということにおいて勇士である必要があります。待ち望むということにおいて大胆さを持つ必要があります。今のシーズン、私たちは主からの信仰を受けて待ち望もうでありませんか。最後の御言葉、イザヤ書40章28節から31節ご一緒に朗読したいと願います。イザヤ書40章28節から31節、はい。あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく絶えむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。アーメン。ここには主を待ち望むことが記されています。わしは他の鳥よりももっと高く飛ぶことができます。太陽に向かって一直線に飛ぶことができます。わしがなぜ他の鳥、また動物よりも本当にこの力を持って収めることができるのかというと、高いところまで飛ぶ力があるからです。彼らはなぜその高いところまで飛ぶことができるのかというと、わしは実は羽を広げて、そしてすぐに自分の力で飛び立つのではなく、上昇気流が起こるのを待ちます。上昇気流が起こるまでは自分の力で無理に飛ぼうとしません。
しかしあるこの太陽が照りつけて、そして地面が温められて上昇気流が起こります。その時にまで翼を広げ待ち望み、上昇気流が起こると同時にその気流に乗って一気に他の鳥も行けない領域にまで飛んでいきます。私たちはそのワシのように今ただ待つのではなく、ワシは翼を広げて待ってるんです。すなわちそれは期待してるんです。今できる最善のことをして待ってます。今私たちはとどめられる中において御言葉を朗読し、祈りの生活をし、主に信頼し、今できる最善をもって待ち望もうでありませんか。主が行けと言った時に走ることができますように、主がせよと言った時にすることができますように。そのために皆さん、今という時に私たちは最善の準備をしたいと願います。そして翼を広げて待ち望むんです。上昇気流は起こります。主の約束の成就の時がやってきます。その時私たちはワシのように翼を買って空高く舞い上がるようになります。主ご自身の約束をこの地に表すその生徒たちを主が呼び集めておられることを感謝いたします。今日一緒に最後祈りましょう。待ち望む信仰がこのシーズンに与えられますように。特にこの杉越の祭りが終わり、ペンテコステに至るまでのこの期間、約ですね、40日から50日の期間がありますが、この期間ですね、私たちは待ち望みたいと願います。主は大いなる雨をもってまた風を吹かせ教会を立て上げます。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの内側に待ち望む信仰を与えてください。私たちの肉の性質は本当に自分の力で動こうとする、自分の方法でジタバタしようとする、何とか取り繕おうとする、そのような性質があることを覚えます。弟子たちと同じように、私の中に今主をしてください、今解決してほしいです、今変化が見たいです、そのような思いがあることを認めます。しかしイエス様が言われたのは、待ちなさい、その時は来ます。父の約束が成就されます。その時まであなた方は待ち望みなさい。そのように語られたことをこのシーズン私たちの心に留めたいと願います。今は教会がとどまる時であり、生徒たちがとどまる時であり、そして私たちがそれぞれ任せられた領域にとどめられる時です。その時に恐れがやってきます。これでいいんだろうか、心配がやってきます。後ろに後退してるんではないか。そうではなく、実は主が立たせようとしておられる地点へと、主が見させようとしている領域へと私たちを導いておられること、そのことを信頼いたします。それですので、主よ、恐れないで待ち望みます。主の恵みは待ち望む者に豊かであることを覚え感謝いたします。朝ごとに新しい慈しみと恵みが注がれることを感謝いたします。私たちの中に今一度待ち望むその信仰が注がれますように。我らの信仰の源であられるイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。Chica
今共同の祈りで一緒に祈りましょう。画面の向こうにあってもどの場所においても一緒に祈りたいと願います。それは先ほど見た第二テサロニケ2章の中には、終わりの時代に生徒たちの大転落、本当に信仰から大離脱する、そのことが起こるということが書かれています。今本当に世界的にそのような波が押し寄せてきている中において、私たちは神の家族として一緒にこの数ヶ月間取りなしの城壁を築いてきましたが、それは神様が準備させてくださったものであることを覚えたいと願います。取りなしの城壁の中で神の家族みんなが守られます。みんながどの場所にあっても固く信仰に立つことができます。イエス様の顔を見るその時にまで最後まで走る力を受け取っていきます。今一緒にそれぞれの言葉で、また御霊の言葉で、威厳で、このインターネットの向こうにおいてもそれぞれの場所で一緒に祈りましょう。私たちの信仰が守られ強くされ、最後まで走る力を得ますように。主よ、叫び声を上げて一緒に祈っていきましょう。はい、主よ、においても信仰を守り、イエス・キリストに信頼し、どの場所においても最後まで走ることができますように。希望告白しますので、主の約束されたものをとどまって待ち望みますと言って告白して終わっていきましょう。アメン。ものを待ち望みます、とどまります。アメン。